やべえぐらい飛ぶじゃん。どうかな、こっちの方が締めやすいんじゃないか。ピンで止める。へえ。あ、すげえ。ガタガタじゃな。あ、そんなもんや。ガタがいるん。これはゴム入れんね。よいしょ。よし。これでいいや。うん、まあそんなもんじゃな。半分ぐらいいけるよ、キューッとチューッと。はいはい、そんなもんかな。で、とりあえずこのオイルを下に置いて、で、上下させたらプシュプシュと出てくる。空気がプリッと出てくるやろ。締め加減はやって覚えるしかない。もうその最初がそんだけガタがあるけどね。まあそういうもんや。で、ドノーマルっていうのはそういうもんや。これで次にリアタイヤつけるだけで終わりな。とりあえず形にはなった。ん？なんか違ったか。いや、これはちゃんとなるんじゃ。なった？うん。何が違った？いや、これはちゃんとしっかりここまで来るんだなと思って。ガットはあるけど。もうちょいしない。まあそこは後でパチンって、あ、閉めとっちゃうのか、閉まって。じゃあ、とりあえず形にはできました。メカ類とボディを乗せたら終わりですっていう感じで。まあ、ざっと3時間ぐらいか。どうですか、初めてのラジコン作りは。まあ、ひたすらネジを締めてばっかりだったんだけど。でもほとんどネジ以外のやつはもうほとんど最初から作られとったけど、ネジ回すだけでネジ回すのちょっと飽きた、うん、途中。まあでも構造はどうなっとるかはよく分かってから、へーって感じでから意外と簡単だったでしょ。うん、あ、いいかいい。スポンジ入ってないの？うん、入ってないね。入ってない。純正っていうか、あのノーマル、ドノーマルはねこんな感じです、うん、結構ガタガタにできてます。めっちゃガタある。うん、ガタガタなんだけど、まあこのガタが壊れにくいっていうか、うん、ガタがあるおかげで、あのタフにできとると思います。あんまりそのレースとか出るわけじゃないけ、とにかくグラウンドとか広いところでぶっ飛ばして遊びたいっていうんだったらこんぐらいがちょうどいいと思う。これね、オプションとか入れできよったらね、めちゃくちゃな金額がかかるけ、
もうオプションは入れません。もう純正でいきたいと思います。これ TT02BR っていうのがあるんじゃけど、うん、なんかあったね。あるけど、うん、何が変わるん？足回りが SR みたいな感じになる。まあまあ、そういうことよね。あのアルミダンパーだったり、あのこの辺のシャフトとかが金属になったり、まあだけどそこまで精度を求めんけ、うん、とにかく直線でぶっ飛ばして遊びたいって言うんだったらこれで十分だと思います。それかそれになんかスポーツチューンとかなんかつけるか。まあスポチューン入れるかブラシレスにするか、まあパワーのあるモーターにすればいいんじゃろうけど、まあ普通にこのまま適当なメカ積んで、でリポバッテリーで、とにかくあの楽しく走って遊べたらいいかなと。ということで、どんどんネジ止めるだけじゃっけ、こことかやってない。まあそうじゃね、デフはつく、もうデフは組まれた状態だったっけ、そんな精度を求められるような作業はなかったんで、だけど一応まあ車の形にはできましたね。うん、これならまあにほとんど握り締めるだけじゃけ、ちっちゃい子でもできそうじゃけど、案外、うん、ちょっと硬いところもあったりしたけど、うん、そこだけで、まあ、ほぼ XB のあれと一緒だけ、純正ドノーマルって、まあ、普通に走ると思います。メカ積んだら、うん、はい、じゃあお父さんメカ積みます。じゃあ、うん、とりあえずメカ積みました。うん、肩はあるけれど普通に結構走ったし、早くしようと思えばできるっぽいけど、でもこれがこんぐらいの速さが、うん、バギーにはちょうどいい。ステアリングとかもよくできるけれど、でもこれぐらいがちょうどいい。うん、あのもっとあのパワフルにしようかと思ったらブーストターボ効かしてからパワーアップできるんだけど、やっぱこの辺の強度よね、この樹脂の、うん、柔らかいしガタも大きいし、あんまりパワーアップさせると耐えれんの？うん、多分ドッグボン飛んでいくんじゃないかなと。ああ、でまあちょうどいいっちゃちょうどいいよね。うん、あのリポバッテリーのよくわからん中華アンプにブラシレス、これはタミヤの 15.5 なんで意外と早かったね。ブーストターボなくても全然早いじゃんっていう感じで。もっと早かった。でもこの分はちょっとだけ早いんじゃない？この分タイヤがでかいけ。いや、ギア比はノーマルよ。そのままノーマルで、うん、まあさっくり自分で、まあメカはお父さんが積んだけど、自分の手で作ってみて、改めてこのマシンに名前を付けるとしたら、なんていう名前付けますか？トラジロー1号で。何でもいいや。何でもいいか。とりあえず、自分で作って、一応、メカはお父さんが積んだけど、この辺の青い部品、青いっていうかね、この辺はお父さんが持っとるやつをつけたんだけど、まあ意外と楽しいかもね、これ。そんな気使わんでいいけ。うん。まあこんなもんだと思って、切れ角がちょっと少ないのが気になるけど。これがマックスか？いや、もっとできるんじゃけど、マックスやったらドクボンが外れるけ。ここでストッパーついとるね。ここストッパーついとってから、もうここまでしか切れんようにしとるけ。あ、これ切るん？うん、切るんじゃない。これ外せれるんよ、ここ。ここ外したら切れるんだけど、切った状態で着地した時に多分ドクボン飛んでいくけ。うん。まあ、こんなもんだろうって、そんな、ぶっ飛ばすもんではない。うん、のぞ、あれするもんじゃないけ。レース出たりするんじゃなくて、普通に公園でね、遊ぶのには、いいんじゃないんでしょうか。ということで、まあ、小学生でも、作れますよって。多分、メカ類は小学生はね、難しいと思うよね。ブラシレスの ABC があってから、どれつないで、どういう風にするかっていうのが。で、あと、ハンダゴテも使わんといけんけ。まあ、できる子はできるんじゃろうけど、リポバッテリーなんで、その辺は、保護者さんがついて、やった方がいいです。リポバッテリーは、
い方間違えたりしたら発火爆発、そうそう発火するんで、衝撃にも弱いし。でも一応 LF もそんな感じなんじゃない、一応。うん、まあだけど要するに過充電過放電さえ気をつければ一応ちゃんと管理すればいいって、うん、まあこのアンプ怪しいけど一応、うん、低電圧になったらオートで切れるはず。へえ。まあ過放電するほど、まあいや意外と、ね、燃費がいいけんね、そんな30分40分は走れると思うよ。でも遅くなったら気づくんじゃない？まあ気づくと思う。あれパワーダウンしたなと思ったら気づくと思うんだ。それぐらいかな、遊ぶのに気をつけることは。うん、まあドッグボーンが強いことあるのはどうかね、取れるかね、まあ、まあこれはあるあるだと思うよ、 TT02 の。で切れ角、いやもっと切れてほしいなと思ってから、ここをリミッターを解除してからもっと切れるようには やってやれんことはないよ。この辺ちょっと削ってからね。だけどこう取れるか、ここの切れ角が多くなったらあのツーリングでもそうじゃん、飛んでいくじゃん、これも一緒でね、これも取れる、うん、まあこれはこれ以上お金かけんぞ、うん、てかまあもうこれで終わりにしとかんと、うん、とんでもないオプション地獄になるけ、うん、そもそも大して意味がない。あそうそう、あのそれだったらもう最初からあのちょっといいグレードの買った方がいいし、これはこうこのガタガタがいいんだと思って、そのガタがあるおかげで少々のことじゃ壊れないという感じだと思います。ということで、うん、ファーストトライキットか、半分ぐらいはもう組み立てられてるけど最初から、うん、まあ一応小学生でも作れるように考えられてるんで、まあ小学生の皆さん、そのお父さんお母さんにあの、うん、お子様に買ってあげてはいかがでしょうかという。まあ、ちょっとメカ類は大人がやらんと多分難しいかなと。で、ここまでそのブラシレスとか入れんでもいいけ、普通のね、うん、ノーマルモーターどこやったっけ、これこれ。あ、そうそう。ついとったやつ。ついとったやつ。この状態で来たじゃん。もう組まれた状態で、あとはつけるだけっていう感じだったんで。多分ね、ブラシ、ノーマルモーターでもいいんじゃけど、どうせやるんだったら直線番長仕様にしてから、あブーストターボ効かしてみようかなって思ったんじゃけど、走らせてみたら意外と速かったっけ、これは 15.5 で意外と速いと思ってこのままでいきたいと思います、はい、あとはまあ砂だらけにはなるだろうけど、まあうん多分なるね、うん、まあエア吹いて、まあでもバギーはボディがちょっとだけ、まあこうかこうカバーにような感じスポンジつけてなんとか入りにくくはしてやればいいかなと。まあ今日はそんな動画でした、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。そしたらあとは外のなんか濁ったような感じになっとるじゃん。そうそう、それめくっていったら綺麗になるけ、綺麗にめくっていって、まあ適当に引っ張れる。でこのテープこんなドラドラしとるじゃ、塗装したけそこにちっとるけ、へえ、その表面取ったらクリアな、ほらピカピカ、超気持ちいい、ピカピカじゃん。うん、へえ、ピカピカなボディ、うん、まあそろそろちぎれてもいいけど、ちぎれたら ちぎれたとこからやり直しゃいいんじゃ。そうそうそう、そっから半分、そう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 、どうだ、うん、綺麗、くっついた、どうですか完成。これとまあ単純に単色で
ピンクの目立つマシンができましたと、ボディが。やべえぐらい飛ぶじゃん。やべえ。早い。やべえぐらい飛ぶじゃん。やばくない？やばいぐらい飛ぶな。